ックダンス。私、どうしてクラウスの部屋に。お前の運命の姫君には私の復讐の道具として役立ってもらうことにしよう。目覚めた瞬間、逃げられては困るのでな。念には念を入れさせてもらった。話して。いつものクラウスじゃない。ここでお前を話したら、その後どうする気だ。クラウスと話がしたい。それはこのままでもできることだろう。このままじゃ。それで抵抗したつもりか。クラウス、どうしちゃったの。なんだか変だよ、エレンフリートに会ってから。お願い、逃げたりしないから話して。こんなの嫌なの。他者を支配するのに最も有効な方法は何か知っているか。恐怖を植え付ける。いい傾向だ。こうして私の手の中で怯えていてくれれば、今後は勝手な行動を取られることもなくなる。少しは目出ようもあるというものだ。これは力が恐ろしいか。気をつけた方がいい。この力は私自身まだ制御が効かない。これ以上の恐怖を味わいたくなければ、私に従順でいた方が身のためだ。お前にはこれから先もっと私の役に立ってもらわなければならないからな。我が復讐を遂げるための道具としてその身を捧げてもらおう。道具って。お前はエーレン・フリートの弱みだ。奴は運命の姫と称するお前が私の手の内にある間は不用意には動けない。人心を捨て去った私がいつお前を殺すとも限らないと知らせておいたからな。我が復讐に身を捧げろ、フランツィスカ姫。お前に拒否権はない。君はそれと長くいてはいけない。それと共にあることは君にとっての禁忌とも言える。まがよいだよ。ほうけている暇があるなら少しは私を楽しませたらどうだ。本当にやめてほしいのなら、その表情は逆効果だな。お前の怯える顔はなかなかいい。
フランチスカ姫、お前に教えてやろう。自分が道具であるということを。この私からは逃れられないのだということを。無駄だと言っているだろう。それともひどくされたいか。何も考えるな。私に全てを捧げろ。そうすれば悪いようにはしない。悲鳴が聞こえたと思ったら、てめえこいつに何しやがった。お前には関係のないことだ。出て行け。だとなんだよ。いい顔をしているな。私が憎いか。その感情でお前も早くまがよいとなれ。フングのハロルト、お前の力もまた我が復讐に使える。クラウス、あなた期待しているぞ。ハロルト、お前はきっといいまがよいになる。真夜中の召集とは変わった趣向だね、おちびくん。ハロルト、これは。話してくれ。お前の身に起きたこと全部頼む。間が良いか。え、残念だけどそう考えるのが妥当だろうね。まがよいって前に話したろ。人ではないものになるっていう俺たちの呪い。大罪の呪いは呪いをかけられた人間が持つ特定の感情に救い、その人間がその感情を高ぶらせるほどに肥大化していく。そしていずれはその人間を人ではないもの、まがよいへと変えてしまう。
彼は傲慢であるごとに一歩一歩まがよいへと近づいていく、いや近づいていってしまった。そんな呪いの力を利用した復讐か。すごく危険なことだよ。この呪いはそうやすやすと利用できるようなものじゃない。もともとは人間を異形に変えるための忌まわしい呪いでしかない。クラウスだってそのことをよく知って。まさか彼が言っていたシュタールに報復する方法っていうのは。ああ、さっきあいつも言ってた。俺がいいマガヨイになるとかなんとかな。多分あいつは俺だけじゃなく呪いを受けた奴全員をマガヨイにして利用しようとしてる。そしてこいつも利用する気だ。だから全員でこの森を出よう。なるほどな。ちびすけにしては上出来だ。確かに今のあいつは危険だ。でも森から出るって言ってもね、俺たちがこの森から出られないのはハーロルト君だって知ってるでしょ。迂闊な行動は取るべきじゃない。この件についてはみんなでしっかりと計画を立てた方が。みんな待ってよ。なんだよルッツ。俺は嫌だよそんなの。ルッツ、クラウス一人を置いていくなんてそんなのは嫌だ。お前何言って。俺たちはもうあいつとは一緒にいられない。お前だってわかるだろ。一緒にいられないってなんで。あいつはここにいる全員を利用しようとしてるんだぞ。お前だってマガヨイにされちまうんだ。そんなの嫌だろ。それはなら。でもクラウスを置いていくのも嫌だ。そんなのクラウスがかわいそうだよ。かわいそうって、てめえな。かわいそうだよ。だってずっと一緒に暮らしてきたんだよ。俺はみんなのことクラウスのことも家族みたいだって思ってた。みんなは違うの？イルザ、そうだよね。クラウスだって俺たちの家族だよね。君はクラウスを置いていくなんて言わないよね。私は私だってみんなのことを家族みたいだと思っていた。でもいい加減にしろ。なんでなんでだよ。みんなひどいよ、冷たいよ。置き去りなんてそんなの。とにかく俺たちはこいつと一緒に森を出るんだ。まずはその方法を探して。クラウス、素晴らしい気概だな。だがそれは全て徒労に終わるだろう。森を出るなどと何も知らず愚かなことだ。なんだと。
この森にお前たちを閉じ込めているのは誰の力だと思っている？酔いよ森が迷いの森と言われるゆえんはこの私にある。私の傲慢の呪いには他の呪いを持つ者をある程度支配する力がある。お前たちはどうあがこうとこの森から私から逃れることはできない。私がこの森にいる限りはな。ちょっと待ってよ先生、それじゃあまさか俺たちが森から出られないのはお前のせいだったってのか？クラウス、君はせいぜい無駄な算段を立てることだ。どの道お前たちは私の手からは逃れられはしない。皆等しく私の手駒となってもらおう。まがよいとしてな。お前もだフランツィスカ。待ちやがれ。お前が復讐に駆られる理由は知っているつもりだ。だがやりすぎじゃねえか、こいつまで巻き込んで。黙れ。この姫君はお前たちと同じ私の駒に過ぎない。てめえ。行けよ。待って、グランス！おい、ルッツ！たく。おい、ウルリヒ、ルッツのそばにいてやってくれ。今のクラウスは何をするかわからねえ。いざって時は。やれやれ、とんでもない展開になったね。イルザ、君はもう部屋で休んだ方がいい。いろいろあって疲れたでしょ。みんなはどうするの？この後もう少しこれからのことを考えてみるよ。でもその話にはあまり今の君には聞かせたくないこともあるだろうからね。これからどうなるのかな。さあな。とりあえずお前は休んでろ。ぶっ倒れられちゃ困る。行くぞ。